続き原爆ドームをお送りします。今残ってる部分はですね、正面側と右側っていう感じですね。これはもともと物産センターですね、今でいう産業振興センターみたいな感じですね、この枠の部分はもともと建物のこう輪郭って言えばいいのか、1階の部分が残ってるんですね。